福岡銀行カードのアニアセイジュジェミです。はい、皆さん、今回の動画では久しぶりに K-POP とかこういうエンタメじゃない話なんですけど、オリンピックの話ですよね。そして日本の選手が韓国の中で今結構話題になってて、この話を皆さんにもお伝えしたいなと思いまして、まずスピードスケート選手ですけど、小平奈緒さんっていう方がいらっしゃるんですよ。皆さん多分ご存知ですよね。2018年平昌オリンピックで金メダル取った方なんですけど、その方が今回のオリンピックにも出場参加しましたね、オリンピックに。それで結果はなんか17位でしたね。でもこの方が今韓国ですっごくなんか話題になってるので、なぜ話題になってるかと言ったら、この小平奈緒さんと韓国の元選手だったイ・サンワっていう方との友情がすごく話題になってるんですよ。今回なんか2018年平昌オリンピックで1位をナオさんがして、2位をイサンワさんがしましたね。そして、イサンワさんは2010年、2014年金メダルを取った方で、この2人はライバルでもありますし、友達でもある、そういう関係ですよね。そして今回は韓国の、スポーツ解説者として参加しました。それで、ナオさんの試合を、このコメンテーターとして、こう、一緒に見たんですよ、イサンワさんが。でも、そこで、その動画が結構最近なんか YouTube とかで上がってて、もう泣いてしまうみたいな感じで、もう感動、こういうのがオリンピックでしょみたいな感じで、そういう反応がめちゃくちゃあって、私も見ていましたけど、本当に泣きそうになるぐらい、本当に、あ、こういうのがオリンピックだなって思いましたね。それで、これを皆さんにお伝えしたいと思います。まず、これを一緒に見てみたいと思います。せーの、Let's go!はい、皆さん。この動画が結構本当に話題になってて、もう二人とももうこの関係が素敵すぎるっていう反応がめっちゃ多いですし、やっぱりこういう本当のスポーツには国境がないっていう話になってて、本当に私もそこには同意しますし、なんか今回のなんかオリンピックでなかなかこういう、なんていうかな、オリンピックのもともとこういう意味があるからこそオリンピックなのに、こういうのがなかなかないんじゃないですか。ちょっと微笑ましい、そういうシーンとかがないですけど、全然。それで、これ見てなんかちょっと癒されるみたいな反応ですよね。しかもナオさんは今回のオリンピックで一生懸命に準備してきましたのに、結果は多分自分が思ったより良くなくて、多分ちょっといい気分ではないと予想されてますのにもかかわらず、こうやって韓国の記者さんたちを見つけて、すぐ「さんはどこにいますか?」っていう感じで、韓国語でこうやっていてくれたりするから、その様子を見た韓国では本当にもう感動するしかないし、この二人の友情が素敵すぎるみたいな反応がやっぱり多いですよね。そして実際にイ・サンワさんも、北京に着いてからインタビューをしたんですよね。韓国の記者さんたちと。それで、なんか、ナオさんについてのいろいろな質問がありましたけど、ナオさんの試合を見たら多分泣くかもしれないと、そういうふうに答えましたね。試合のその前から。なぜかと言ったら、小平奈緒さんがどれだけ努力してきたのか、そういう、なんか一生懸命に準備してきたのを分かってるから、実際にこの試合を見たら涙がたくさん出ると思いますっていうふうに言いましたし、それで記者さんが、ナオさんとは会いましたかっていう質問に、競技が来週から始まるし、競技の前にはなんか誰とこういう会ったりとかしたら、自分なりのこういうルーティンが良くなくなる可能性があると思うので、試合が終わってから会いたいと、そういうふうにインタビューをしましたね。これが多分日本でも記事になったと私は聞きましたけど、それでこの二人の素敵な関係に感動してる反応がめちゃくちゃ多いですし、今それが話題になってますよね。4年前はこういう感じで、ナオさん、4年前もイサワさんが泣きましたね。なんか、そしてこれをこう抱きしめてやるこのナオさんがまた、これも結構話題になりましたし、こうやってナオさんがこの競技が終わってから、観客がこうやってわーってするから、次の試合がイ・サンワさんでしたね。だから、こう、もう静かにしてくださいっていうジェスチャーをして、またこれに感動した話もありましたね。4年前は。だから、この2人の関係が4年後、今年もこうやって続いてるのを見て、本当にまた感動したっていうことで、結構話題になりましたね。はい、皆さん、とにかく、北京オリンピックでなかなかいいニュースとかは最近なくて、ちょっと残念でしたけど、こういう風にちょっと微笑ましいニュースが聞けて、私個人的には嬉しくて、皆さんにもお伝えした方ですよ。それで、ナオさんも、結果と関係なくめちゃくちゃ素敵な、こう、スピードスケートを見せてくれて、本当にありがとうございました。私も見ましたし、実際に本当にもう素敵だったと思いますよ。もう17位も世界で17位ですし、とにかく私が用意した動画はここまでです。ってことでしょう。愛してますよ。愛してます。サラヘヨ。愛してる？愛してますよ。ああ。綺麗？綺麗？はい。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。ケチャなよ。아니에요。저희 친구예요。友達よ。ノーファンベ。友達です。え？え？サンベでしょ？なお。